ちは、いらっしゃいませ、どうぞおかけください。はい、すみません、なかなか気づかなくて。え、ご旅行ですか？はい、もちろんです、ご案内させていただきます。あ、本日担当いたします、私ひろみと申します、よろしくお願いいたします。はい、あー、なるほど、まだ決まってないんですね。はい、なんとなくこう、こういうところがいいなって、ほんと抽象的で構わないんですけども、何かご希望とかありますか？あ、大自然、あとは宗教を感じる、芸術と文化、かしこまりました。ご旅行の時期はいつ頃ご検討ですか？5月から9月くらいですね。はい、わかりました。だいたい何日間くらいを目安に行かれる予定ですか？なるほど、1週間から10日間くらいですね。はい、かしこまりました。そうですね、今言っていただいたご希望と旅行の時期と、あとは旅行の期間ですねを考えますと、例えばですね、このようなネパールはいかがでしょうか？ネパール行かれたことありますか？ないですか？あ、とてもね、魅力的な国ですよ。ネパールというのはヒンドゥー教と仏教が主に占めていて、もう本当に生活に宗教が根付いていますし、世界遺産になっているルンビニっていう地域なんかは、まあ、村なんですけど、そこはブッダが生誕した場所とも言われていて、仏教の崇拝者さんがたくさんいらっしゃる地域でもあるんですね。なので行かれると非常にね、崇高な気持ちに、ね、なったりする方もいらっしゃいます。あとはご存知だと思いますけれども、エベレストがありますし、いくつかね、国立公園も世界遺産になっていまして、非常にまあ大自然感じることができるかなと思います。はい、いかがでしょうか？ぜひ。ありがとうございます。じゃあこのままご案内させていただきますね。で、プランなんですけれども、弊社では3つご用意させていただいておりまして、とですね、お客様は1週間から10日間ぐらいをご旅行予定ということなので、いずれのプランもご利用できるかなと思います。一番長いのがですね、こちらの4つの世界遺産を制覇する5泊の旅でございます。移動のことも考えて5泊7日間のプランとなっております。で、ネパールはですね、世界遺産が4つございまして、それらを全て制覇するという非常に盛りだくさんなプランなんですね。はい、で、ちょっとこちらのですね、地図をご覧ください。はい、ネパール、4つ世界遺産がございますとお伝えしましたけれども、まず1つ目がこちらのルンビニというところです。これ先ほどもお伝えしましたが、ブッダの生誕地と呼ばれていて、多くの寺院がありまして、たくさんのね、巡礼者さんを見ることができます。はい、そして2つ目がチトワン国立公園というところですね。はい、これちょっと見てみましょうね。チトワン国立公園というのは、中央ネパール南部のマハーバーラタ山脈というとこと、チューリア丘陵の間に開けた、ダライ平原の一角に位置しますと。
そうなんですね。そして周辺には先住民のタルー族のほか、山地から移り住んだチェトリやダマン族などの住む農家が散在し、四季を通じて水田や作物に覆われた色鮮やかな田園風景が広がり、平原の彼方にはマナスルなどヒマラヤの峰々も遠望することができます。はい、自動はチトワン国立公園ですね。はい、そうですね、川にはですねイルカとか、ジャングルにはトラとかサイとかシカとかヒョウとかサルとか43種類の哺乳類とともに450種類の鳥類もいるということで、非常にねダイナミックな自然を動物たちと一緒にですね感じることができる、そんな世界遺産となっております。はい、こちらではですねアクティビティをいくつか楽しむことができまして、一番メジャーなのがエレファントサファリですね。お客様は象に乗ったことはありますか？ないですか？はい、こちらでは象にそのまま乗ることができます。はい、国立公園周辺のコミュニティフォレストを巡るんですね。はい、なのでたまたまこうサイに会っちゃったとかね、そういうこともあるんですね。そうです、はい、所要時間大体ね1時間半ぐらいで、はい、楽しめます。あとはカヌーライドといって、本当にもうなんて言うんでしょう、手をあんまり施していない丸太をちょっと削ったみたいな、そんな船に乗っていただいて1時間くらいかけて川をこうちょっと下っていくという、そういうアクティビティもあります。そうなんです。で、まあ、鳥はもちろんなんですけれども、ワニとかも観察ができてかなりスリリングなね、はい、アクティビティとなっておりますし、あとはジープドライブですね、よくありますでしょう、サファリ系のこうパークに行くと車に乗ってね動物たちを見るっていう、そういったこともできて、いずれもガイドさんがいらっしゃいますので、まあ、安心して楽しんでいただけるかなと思います。あとは鳥もすごく多いのでバードウォッチングというところで鳥を見ることもできますね。で、お客様5月から9月くらいの旅行を検討されているということですので、非常にこちら時期も本当にネパールは適していて、この頃ちょうどね寒気なので非常に過ごしやすい、で動物たちも観察しやすい、そんな時期になっておりますね。はい、まあそうですね、世界遺産の3つ目ですね、3つ目が、カトマンドゥ盆地というところです。カトマンドゥというのがネパールの首都になるんですけど もうここは本当昔から交易の一番のこう栄えた地域だったんですね。なので昔ながらの遺跡だったりとか博物館とかそういったものがたくさん見られる場所になっております。で、4つ目最後ですね、こちらがサガルマータ国立公園といって、先ほどのサファリの国立公園とは全くまた雰囲気が違いまして、山に囲まれた、もうね本当に迫力のある、まあ、これこそフォトジェニックかなっていうね、はい、そんな風景を見ることができます。ちょっと見てみましょうかね。はい、エベレストですね、まあ、このことを世界遺産のサガルマータ国立公園と呼んでいるんですけども、ネパール東部とチベットとの国境地帯に連なる世界最高峰のエベレストをはじめとした山々はエレベスト山群あるいはクンブン山群と呼ばれています。一般にクンブ山域と呼ばれているナムチェからヒマラヤまでの一帯はサガルマータ国立公園に指定をされています。
で、こちらのですね、相良真綿国立公園の魅力というのは、なんといってもですね、このエベレストのすぐ近くまで行けることになります。そして、独自の文化を持つ山岳民族、シェルパ族の生活に触れられることなんですね。はい。エベレストを目指す登山隊員やトレッカーが利用するため、エベレスト街道と呼ばれるようになった道を行きますとですね、なんと標高 5000m を超えるベースキャンプや、エベレストを正面から仰げるカラパタールの丘に到達できるんです。そこはですね、氷河と岩壁がひしめくところで、カトマンズに行っては想像もできない荒涼とした美の世界を見ることができます。もうね、この景色を見たら多分世界観というか価値観というか変わる方いるんじゃないかなっていうくらいも圧巻です。もう自然の尊さ、偉大さ、絶大さ、もう全てをね感じることができるんじゃないかなということで、私はぜひ相良真綿国立公園には行っていただきたいなと思うので、こちらのプランもおすすめはしているんですけれども、かなりねハードっちゃハードです。移動も多いですし、標高 5000m ってなると結構なね高さになりますので、はい、もし健康にちょっとね不安があるなということであれば、短めのコースもご案内することができます。はい、そちらがですね、カトマンドゥという先ほど言った世界遺産の一つですね、首都にある盆地を中心に巡る3泊5日の旅になります。はい、これはもう本当カトマンドゥオンリーっていうところなんですけども、カトマンドゥも非常に魅力がたくさんありまして、はい、ちょっとご案内させていただきますね。100万人が暮らすネパールの首都です。この国の政治経済の中心であり、外国からのツーリストや登山家たちの大半が最初に足を踏み入れる場所でもあります。かつてカンティープール、栄光の都と呼ばれていたこの町には、古くから先住のネワール族が暮らし、都市文明を築いてきました。特に中世のマッラ王朝時代、ネワール文化が花開き、きらびやかな寺院や数々の記念碑が建てられました。人よりも神々の方が多く住む町と言われるカトマンドゥだが、1990年の民主化以降は急速な変化を遂げているんです。農村部から人々が流入し、車やオートバイが増え、交通渋滞や大気汚染も深刻になっています。今では神様よりも人間の方がずっと多くなっているようです。しかし旧市街を歩けば、長い歴史の中で築かれてきた古い町並みや寺院に出会うことができます。バザールには人と物があふれ、表通りから一歩奥に入れば庶民の生活を垣間見ることができます。そう、ここでの見どころは広場がまずあるんですね。ダルバール広場と言いまして、これネパール語で宮廷という意味なんですけども、3つの王朝が盆地に独立し君臨した三王国時代という時代がネパールありまして、その時に王宮前の広場として中心になっていたところなんですね。で、それぞれの方が美しさを競い合ったというだけありまして、どの広場にも見事な装飾が施された宮殿とか寺院が残っております。はい、ただ2015年の4月にですね、大規模な地震が発生しまして、この広場にあった寺院とか建物が結構倒壊をしてしまったんですね。で、今は各国の援助によって修復が進められているような状況になります。はい、あとは寺院ですね、シバ寺院とかカスタマンダプ寺院とか、もう本当に見どころのある同じ寺院なんですけど、全然ね見た目が違ってね面白いと思います。で、先ほどたくさんの、ね、神々がね、ネパールにはいる人よりも神様の方が多いなんていう説明のお話ありましたけれども、
当にね、たくさんいまして、なんと330万の神様がいると言われているんですね。はい、さすがね、あのブッダの生誕と言われている土地があるだけあると言いますか、あの仏教だけじゃなくてヒンドゥー教もあのかなりの数を占めているネパールなんですけど、いろんなね神様がいるんです。例えばね、サラスワティという、まあ、女性のね神様の場合は、これ白鳥に乗ってね、楽器をね弾いてる学問と芸術の神様と言われていて、日本にも弁財天という名でね存在する神様だそうです、うん、とかね、あとはラクシュミーというね神様、これは幸運の神様と言われていまして、目もくらむ宝石をまとう究極の美女だそうです。はい、そういったね神様本当にたくさんいて、今言ったのが ヒンドゥー教のね神様なんですけど、仏教の神様もいらっしゃいまして、ほとんどの仏様は日本人にもおなじみの神様になっています。はい、そう、例えばお釈迦様、釈迦牟尼と言われていますけれども、仏教の開祖として知られていますよね。そう、ルンビニに生まれた、で、ブッダとなった方ですね。はい、人としての幸せに生きる方法というのは現代にまで、言い伝えられていると。ただ、まあ、ちょっと余談ですけど、ブッダは口頭でね教えを説いていて、特に書面に残さなかったということなので、まあ、それを弟子たちが後世に伝えるためにブッダが亡くなった後に残す運動をしたんですが、まあ、ブッダ自身が残したわけではないので、どこまでブッダの言葉が受け付けられているのかっていうのはちょっと不明なところはあるんですけれども、本当にね神様が330万もいる国っていうのは、まあ、なかなかないんじゃないかなと思っています。非常にね行ってみると面白いなんかものを感じられるんじゃないかなと思いまして、おすすめをしている国になります。はい、でそれでコースプランなんですけれども、いかがなさいますか。先ほどまあ世界遺産をねこうまるっと4つ回るプランと首都だけ、どちらにしましょうか。世界遺産をまるっと、かしこまりました。ちょっとこの時期に空いてる、じゃあこの辺のちょっとプランとホテルを検索いたしますので、少しお待ちくださいませ。予約取れました。はい、でその後、これ朝7時からやって
て、10時にはまた、空港に戻って移動していただきます。で、3日目にはチトワン国立公園ですね、移動していただきまして、川で、下って、カヌーで下って、あとは夕日をちょっとゆっくりと眺めていただいて、寒気なのでね、雨とか多分見舞われることはないでしょう。とてもいい写真が撮れると思います。で、4日目はルンビニへ移動します。はい、でルンビニに行きましたら、まずエレファントサファリを楽しんでいただきまして、象に乗ってゆっくりと自然を堪能します。で、基本的に食事はホテルのコースになりますので、その後に朝食はホテルで取っていただいて、でホテルでアレンジしてもらったチャーター車でルンビニへ向かいます。で、ドライブなんですけども、混んでいなければ 4,5 時間ですね。で、ルンビニに着きます。で、またホテルにチェックインをまず済ませていただいてから、ブッダの生誕地に建てられたマーヤー聖堂というところにお参りに行きます。こちらもですね、非常に美しい聖堂でございまして、なんか心がね、ほっとするような、そんなところになるかなと思っています。はい、それでまたですね、カトマンドに戻っていただきまして、ルンビニの寺院地区に点在する各国のお寺を回って、で、5日目に関しましては、午前中はルンビニをまず散策をして、で、午後からまたカトマンドに戻ります。はい。で、その後ですね、6日目、カトマンドの盆地を再び観光していただきまして、ここでちょっとね、お土産なんか買う時間がございますので、タメル地区で、ショッピングを楽しんでください。はい。そして、7日目には深夜初の、飛行機に乗っていただいて、日本に着くのはですね、11時かな、はい、午前中に着きます。ということで、まあ、ちょっと口頭でね、申し上げるとすごくいろいろと一気に回るなという感じなんですけど、一つ一つの時間が本当 3,4 時間ありますので、ゆっくりと回っていただけるかなと思います。で、ホテルに関しましては、こちらで押さえさせていただいたんですけれども、もしご変更したいなということがありましたら、本日から1週間以内にですね、私にお電話いただいてもよろしいですか。はい、私どもで取った方が安く抑えられることがありますので。そうなんです。はい、今の時点で何かご不明な点とかご不安な点とかございますか？大丈夫です。すべての、移動にガイドさんが付き添ってくれておりますので。はい、ガイドさんは現地の方か日本人か選択できますが、いかがなさいますか？現地の方で、はい、困りました。では、料金ですね、ちょっとお見積もり書をお渡しいたしますので少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。ではですね、こちらがお見積もり書になります。ホテル代と、あとは飛行機の燃料代も含めまして、で、243,800円になります。はい、で、こちらから今ちょっと弊社キャンペーンをやっておりまして、ですね、こちらから 10%、ごめんなさい、 15% オフにさせていただきます。値段変わりまして211,310円になります。はい、こちらいかがでしょうか、ね、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では、弊社の方でチケットとホテルは、抑えましたので、そうですね、
当日はこちらの QR コードを読み取っていただければ成田空港から直行で行けるようになっておりますし、ホテルに関しましてもこちらの QR コード見せていただけますと、問題なくチェックインができますので、はい、お支払いはカードになさいますか、それともお振り込みになさいますか。え、カードで、はい、ありがとうございます。はい、今決済されます、あ、よろしいですか。はい、ありがとうございます。ではお預かりいたします。はい、お支払い回数はご一括で、はい、承りました。では暗証番号お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。カードお返しいたします。ではこちらがお客様の控えになりまして、QR コードの番コードですね、念のためメールアドレスも送りさせていただきますね。はい、アドレスこちらに頂戴してよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。ではこちらに送りさせていただきますので、何かありましたらお気軽にご連絡いただければと思います。お渡しした名刺に私のアドレスと番号が書いてありますので、本当にお気兼ねなく何か困ったこと不安なことなどありましたらご連絡ください。はい、それではどうぞ楽しんで良い旅をお送りください。